オタワヒューリー FC はカナダのオタワを本拠地としていたプロサッカークラブ2011年に発足2017年よりアセルプロフェッショナルリーグに加盟2019年シーズンを最後に解散した2011年6月に NSL は2014年からオタワのクラブチームがリーグに参加することを発表オタワスポーツエンターテイメントグループ社が クラブのオーナーとして指名された。2005年に創設され、アセルプレミアデベロップメントリーグに所属していたオタワフューリーを受け継ぐ形で、新チームがオタワフューリー FC として発足した。2019年にカナダ国内サッカーリーグ、カナダプレミアリーグが創設されたことから起こる諸問題のため、2019年11月に解散となった。 オタワ・フューリー FC が所有していたフランチャイズ権はマイアミ FC に移管され、マイアミ FC が2020年により、アセル・プロフェッショナルリーグの参加権を得た。オタワ・フューリー FC は、オタワのランズダウンパークにある TD プレイス・スタジアムを本拠地とすることが決定しているが、建設中のため2014年春季は、カールトン大学のキース・ハリス・スタジアムで開催することとなった。 ありがとうございます。